おはようございます。さあさあ、おたちはもうめっちゃ声ガラガラやんけ。おはよう皆さん、フェスお疲れ様。終わったのかな、フェス。時間的にはもう終わったっぽいんですけど、臨時ニュース。なんかね、今日結果出てるかなと思ったの、終わった後にすぐ。出てました、フェスの結果が。出てました。まず、呼び祭りホラガイ特率は、ちなみに、うなちゃんはバニラチームに入ったんですけども、そう、呼び祭りは勝ってたんだよね。中間発表もバニラ勝ってたから、バニラすごいって言われてたんだよ。得票率。待って、待って、ちゃんと見よう。今俺勝ってるからね。うっ。え、これ、えぐくね？えぐくね、バニラの数。バニラじゃん、ほぼ。ほぼバニラじゃん。俺、初めてこんな、得票率いっぱい高いチームに入ったよ。さあ、そして、貢献度。貢献度ね、鳥からバトルが一番ね、興奮できるんだよ。頑張れ、みんな！あ、やった、勝った、これ勝った。チャレンジの、チョコミントめちゃくちゃ強いじゃん。逆に、逆にチャレンジ弱すぎないか。バニラ。結構 5% って結構だぞ。さあ、最終結果。出ました。はい。はい。はい。あ。やったー、勝った。なんか、久しぶりに勝った。バニラチーム勝ちました。嬉しいけど、チョコミントも好きなんだよね。複雑なんですけど。あ、バニラ勝ってよかったです。ありがとうございます。みんなバニラ好きなんだよ。アイスといえばさ、ずるくない？好きなアイスはじゃなくてさ、今回のフェスの。アイスといえばってのだからさ、もうアイスといえばソフトクリームじゃん。普通、チョコミントもさ、チョコじゃなくてチョコミントだからね。チョコ単体じゃないですからね。なんか息のかかったような、試合結果だったけど。なあ。まあでも、楽しめたんじゃないでしょうか。俺も結構ね、楽しくやれました。深夜にね、夜、やったりしたし。あれ？あれ？え、これ、え、今やってる。え頑張ったね。我々ね。クラゲさん見てた？クラゲさん何チーム入ったの？てか、どこ行こうとしたら？そっち行くの？あそこにちょっと怖い人いるから気をつけてね。本当に、誘拐とかされたあれだから、そっち危ないからね。ちょっと見てるから、こっちなんか、やらし見つけて。あ、行っちゃった。この子何やってんだろう。負けちゃったのかな、ミス。落ち込んでるのかな。どうしてそんな壁の方向いてるの。あ。いや、俺が来たら行くのか。なんか嫌われてる？ねえ、かっこいいシャツ着てるじゃん。クラゲさん、かっこいいシャツ着てるじゃん。夏っぽくていいね、そのシャツ。どこ行くの？ねえ、どこ行っちゃうの？みんなどっか行っちゃう。